はい、こんにちは、こんばんは、タカです。昨日ドル円ようやくリバウンドが入りましたけどもね、週足で見てみると大した動きではないんですけども、それでも日足が陽線になったというのはね、一つ注目するべきポイントかなと思います。あと今週ね、ずーっと売られていたユーロなんですけども、こちらも反発しています。つまり月火水と継続していた流れが、木曜日ね、一旦反転してきたという形になっています。ただね、この反転、各通貨見てみると、さほどね、大きな反転という形にはなっていません。戻り高値をね、しっかり抜けていないんですよね。その辺ね、見ていきたいと思います。こちらがドル円の4時間足に週足を重ねています。ドル円は今週もずっとですけどもね、この週足がどうなるかを見ていきたかったんですけども、木曜日終わった時点では完全にね、下の方に抜けてしまっています。明日1日で、ここをね、取り返してくるような形になるのかどうか。現状ね、買い足ではまだ反転の流れも起こっていない状況ですんでね、かなり厳しいかとは思いますけども、雇用統計もありますんでね、一撃で大きくドンと、大きな陽線が出てくるかもしれません。週足が下に抜けてくると、こういう大きな下落の波がね、再び動き出すという目線はね、今も変わっていません。そうなってくると、まずはね、この上昇波の起点、このあたりですね、ここへ向けた下落の流れというのが出やすくなってきます。トレードをするという意味ではね、上下の目線固定しやすくなりますんで、下に抜けた方が分かりやすいかなと思いますけども、ただね、これは個人的な感覚なんですけども、ここね、下の方に抜けてくると大きく走るかなと僕は思ってたんですけどもね、意外とね、下への流れは出てるんですけども、勢いよくね、下の方に走ってるという形ではないです。ただしまあね、週足で見れば、今週このまま引ければですけどもね、1,2,3,4 と4週連続陰線になってきますんで、明らかに下落の流れは出てるんですけども、このあたりの動きを見るとね、少し値動き的には物足りなさを感じてしまいます。こちらが普通でね、こっちがちょっと異常だったというふうにも見れますけどもね。とにかくね、今日1日でこの週足閉じますんで、この週足がどういう形で引けるのか、そこは注目していきたいと思います。こちら1時間足に日足を重ねています。直近の安値を下に抜けていった下落相場だったんですけども、ようやく日足に陽線が出たことで、一旦はね、下落の流れが止められた形になっています。ただしね、この陽線一本で反転の流れが期待できるかというとね、それは厳しいかと思います。やっぱりね、これだけの下落がね、続いてきてますんで、この波を反転させるためには、それなりの足場がね、底根圏には必要になってくるんじゃないかなと思います。現状はね、ここにまだ仮ですけどもね、ネックラインになりそうな、そういった抵抗がありますんで、このサイズで見ていくんであればね、反転の底根圏というのはね、これぐらいのサイズになってくるかもしれません。であれば、ブラハとしてはね、まずはこのレンジ圏の高値、107円の10銭あたりですか、このあたりへの上昇、まずはね、これを目指したいところです。本当はね、この戻り高値をしっかり抜けてくれば、目線も上がる形になりますんでね。そうなると、反転の流れというのも見えてくる形にはなってきますけども。ブルハとしてはね、贅沢は言わずに、まずはね、この仮のネックへの試しですね。この上昇を期待したいところです。逆にベアハはね、この流れが継続する形で見ていきますんで、この戻りが入れば、この戻りを売っていくような形ですね。戻り売りを狙うような形になってきます。ここが一旦止められたという形になるとね、この戻りの過程、この辺りでは、ブルとベアの攻防が起こりやすくなりますんで、この辺のブルベアの攻防によるね、ごちゃついた動きというのはやっぱり注意が必要かなと思います。現状はまだこの日足の陽線が一本出てるだけですんで、週足の形から見てもね、この下落というのが継続する形で、基本的な考え方としては、この戻りを売っていくような形。これがメインシナリオになってくるかと思うんですけども、相場が底をつけて反転するときというのはね、こういった戻り売りを燃料にね、上の方に伸びてきますんで、あまりね、この戻りを決めつけてショートをするというよりは、このあたりのブルベアの攻防の決着を見てね、エントリーしていく方がいいかなとも思います。ただね、これ決着を見るにはね、日足レベルで何本か必要になってくるかと思いますんでね。金曜日の戦略としてはね、ここの安値を割らないことが大前提にはなってきますけども、下がサポートされればね、この調整の戻りですね、こういったのを狙っていくのも悪くないかなとは思います。そういった際はね、前回の直近の安値、このあたりですね、ここが一つの目安になってくるかと思います。このあたりね、小さな時間足で見ていきたいと思います。はい、こちら15分足に4時間足を重ねています。昨日はね、日足が陽線になっているということで、ドル円は強かったわけですけども、4時間足ね、これ頭を押さえられている分、ここにね、緑のラインが入っているかと思います。このラインね、どんなラインなのかというと、ここね、過去を食っていくと、これはね、4時間足レベルの、日足のね、押し安値の部分になります。1時間足で見るとこの部分ですね。4時間足で見てもね、ここは綺麗にサポートされてたところを割り込んで、そしてね、今度は頭を押さえられているという形になっていますんで、相場の反転を見ていきたいんであればね、まずはこの4時間足が実体でね、このラインを上に抜けてくるような形。そしてこの106円の50銭あたり、ここをサポートにね、相場が動き出せば、
そうなれば、まあ、この反転の流れというのもね、見えてくるかと思います。今のところこの4時間足がね、上下の目線を決める上でね、すごくわかりやすい形をしていますんで、基本的には戻り売りを見てはいきますけども、ここをバックにショートという形にしていきたいなと思っています。逆にね、ここを上に抜いてくるような動きがあれば、ロングの目も出てくるという形になりますけども、ただね、ここを一気に上昇してくるかというと、それはね、少し厳しいかなという気はしています。ただこの流れね、ありえなくはないですね。一つは雇用統計。もう一つは、週足のサポートですね。106円90銭あたりがね、先週のサポートになっていたんですけども、ここまでの上昇だけを考えるんであればね、全く届かない距離でもないかなと思います。先週の週足がね、もっと下に抜けてくれていればね、この戻りというのもそこまで警戒しなくてもいいかなとも思うんですけども、やっぱりね、今週の週足がどこで閉じるのかというのはね、閉じてみないとやっぱりわからないので、特にね、この106円の50銭あたり、このあたりを超えたところでね、足場を作るような値動きをした後に、上へのブレイクがあるとね、一気に戻す形もあるかもしれません。なので、この戻り売りを狙う際はね、この上昇というのはやっぱり注意しないといけないですし、余裕があればね、この持ち合いからの上値ブレイクというのはね、ここに週足の目標もありますんでね、この目標へ向けた上昇波、こういったのにはね、乗っていきたいなとも思います。はい、こちら5分足に1時間足を重ねています。ここの緑ラインというのが、先ほど見ていた週足や日足の押し安値の部分ですね。これよく見てみると1時間足ではしっかり抜けてるんですよね。持ち合いを作って下に抜けてますんで、まあ、天井圏を作ってるという形になるんですけども。ということは、今日再度ね、上昇の流れが出たとすれば、もう一度似たようなところで天井圏を作るかもしれません。そうなってくると、この1時間足レベルではこの106円50銭を、抜いてくることもね、全然あるかと思います。僕はね、この106円50銭あたりをバックにショートという考えを持っていますけども、ピンポイントでね、この106円50銭をバックにしてしまうと、抜けてしまうこともありそうなんで、そこはね、ちょっと注意したいなと思っています。できればね、前回のこの1時間足の高値、このあたりまで引きつけてのショート。もしくはね、前回と同じような天井圏を作って、そこから下へのブレイクがあれば、まあ、そこはね、乗っていきたいなと思いますけどもね、これは同時に上へのブレイクもね、可能性としてありますんで、波で見ていけばね、こういった波が見えてくることになります。大きな戻り売りを狙ったショートと、こういう小さな波の押し目買いを狙ったロングですね。そういったね、ブルベアの攻防が起こりやすい場所になってきますんで、もしかしたらね、騙しも入ってくるかもしれません。ベア派から見ればね、ここを天井に再度下への流れが出ればね、綺麗なダブルトップという形になってきますんで、どちらにしてもね、この106円50銭あたりの攻防というのはね、見応えがあるんじゃないかなと思います。はい、というわけで、ドル円に関しては基本的には戻り売りをベースにね、考えていこうかなと思っていますけども、この106円50銭あたりを試すような動きをした場合はね、少し注意が必要かなと思います。このあたりで足場を作ってしまうと、上への流れというのもね、全然あるかと思います。さらに言えばね、今日は雇用統計もありますんでね、僕は雇用統計みたいな大きな指標があるときはね、ポジションは持たないんですけども、もしね、ポジションを持って雇用統計を迎えるような形になればね、この辺も少しね、頭に入れて判断をしていただければいいかなと思います。はい、変わりましてこちら、ユーロドル4時間足に週足を重ねています。昨日の動画でも話しましたけども、ここのサポートがね、どういった動きをするのかというのはね、もう本当に注目していたんですけども、何度かね、下に試すような動き、日足もね、安値を更新していますんで、下への動きというのはあったんですけどもね、週足で見ればまだサポートされている位置に戻ってきています。ただね、まだかなり際どい位置にいると思いますんで、この週足がどこで引けるのかというのはね、引き続き注目していくことになります。サポートされれば、結局はね、ここのレンジということになりますんで、さらにこのレンジというのも、このハラミの中での出来事ですんで、あまりね、大きな動きというのは期待できないということになります。そして、ここを下に抜けてきた場合はね、逆に大きな動きが出てくる可能性があるということになります。雇用統計をきっかけに下への流れが出てくるかもわからないので、まあそこはね、本当に注目していきたいところです。はい、こちら1時間足に日足を重ねています。現状ね、ここはもうネックラインとして考えています。大きな山を2つ作って、今ね、このネックラインに当たっているところ。このネックというのは週足のサポートにもなってきますんで、ここを割ってくるような形になると、こういった日足レベルのネック割れの動きに加えて、週足レベルの、サポート割れ、まあそういったね、より上位の足のね、売りも出てくる形になりますんで、ショートを狙うのもね、全然ありだと思いますし、ロングはね、かなり気をつけないといけないかなと思います。はい、こちら15分足に4時間足を重ねています。大きな下落の波が出ていますんでね、この波が反転しない限りはいずれね、先ほどの週足のサポートも割っていく形になるんですけども、昨日はね、この安値を更新した後に相場が反転してきて、日足では陽線が出ています。
前回ね、この下落途中に一度ね、ここで踊り場を作ってるんですけども、この踊り場の高値もね、まだ全然抜けていないので、まだまだね、下落の波が継続している形になります。戻りを狙うんであれば、一旦はこの戻りの高値を抜けていくような、こういった動きをね、見せてくれないとなかなかね、ロングを狙うという形にはならないかなと。下落の波も強かったので、こういった戻りというのはね、絶好の戻り売りのチャンスと、見られることもあるかもしれません。なかなかこの下落の波を反転させるには、まあそれなりのパワーが必要かなという形になっています。こういった戻り売りが入りそうな形で、今日みたいなね、雇用統計があるような日はね、この下で推移していくうちは、かなり相場が弱いということですんで、雇用統計でね、一時的に上への上昇があった場合はね、思い切って、逆張りのショートを狙ってみるのも面白いかもしれません。安値割れた場合はね、もちろんショートを狙っていきたい場面なんで、基本的にユーロドルというのはね、戻り売り、ショートを狙っていくような形になっています。まずはね、この 1.085 のこの戻り高値、まあこのあたりはね、少し意識をしてみていきたいと思いますけども、思うようであれば戻り売りというのがユーロドルのメインシナリオになってくるかなと思います。はい、こちらユーロ円1時間足に日足を重ねています。ユーロ円はね、すごく弱い相場が続いていたんですけども、昨日ようやく日足で陽線を出しています。とはいえ、この押し安値を割った相場ですんでね、この押し安値を超えてくるような動きもまだ見せていません。基本的にはどこかで戻りが売られるような形になっていますんで、ドル円はともかく、ユーロドルもね、上値はかなり重そうな形になっていますので、このユーロ円というのもね、結構苦しいんではないかなと。もし、ユーロが弱い状況で、ドル円もね、重いような形になるんであれば、このユーロ円を売っていくような、そういった戦略も有効になってくるかなと思います。ただね、まあドル円が今週難しい動きしてますんで、クロス円もね、全般難しい動きになっています。よくわからなければ無理にね、クロス円をやる必要はなくて、ドルストレートの方をね、やっていけばいいんではないかなと。現状はこのユーロ円、チャートだけで見るともう完全にね、ショート有利の形になっています。はい、こちらポンドドル、1時間足に週足を重ねています。ポンドドルはなかなかね、週足でここを抜けれないような形がね、続いているんですけども、この状況を踏まえて、重ねている足を日足にします。はい、こちらが、1時間足に日足を重ねています。日足で見るとね、ここがネックに見えてきて、2つの山が見えてきます。つまりダブルトップが見えているんですけども、このダブルトップができている位置というのがね、週足が抜けきれない抵抗体になってきます。上位足の抵抗体で、買い足がダブルトップをつけた。このネックを割るための準備はね、もうある程度整ってきてるのかなという気がします。昨日はね、一旦安値をつけて反発していますけども、まあ、このあたりはね、1回2回短い足でね、試したところで簡単に抜けるような場所ではないので、ここはね、日足でしっかり抜いてくるかどうかですね。日足が抜けてくると下落の波というのがね、本格的に出てくるかもしれません。仮に戻すような場面があれば、このネックへ向けた下落を狙うような形で、ショートを狙ってみるのも面白いかなと思います。はい、こちら5ドルドル、4時間足に週足を重ねています。この週足ね、注目してるんですけどもね、安値がきっちり切り上げて、高値もきっちり切り上がってます。こういった上髭気にはなりますけども、この上髭が出てる場所というのは、下落の起点となったね、こういった場所になってきますんで、ある意味ね、売りが出て当たり前の場所になりますんでね、この戻り売りを消化しながら、今週ね、さらに陽線が出てるということはね、まあそれだけ強いと判断してもいいのではないかなと。あとはね、もう買い足でしっかりサポートされたところでね、ロングを狙っていきたいところです。はい、こちら1時間足に日足を重ねています。上昇波があった後の調整。持ち合いを作って、高値ブレイクでさらに上昇。一度調整が入ったとしても、再度ここで持ち合いを作って、そして高値のブレイク。完全にね、動きが一致していますんで、この戻り高値をね、完全に射程圏に捉えてるんではないかなと。さらに言えばね、ここを抜くということは、週足の起点も抜いていくような形になってきますんで、さらなる上昇というのもね、期待できるかもしれません。今のところこの OG ドルというのはね、もう完全に買い一択の形になっています。今回ね、この底値圏から日足でね、上に抜けていますんで、金曜日もね、上への上昇トレンドというのが続く可能性は高いかなと。ベアハミ線で見ればね、ここを抑えられれば、ダブルトップという形になりますんで、大きな形でこのダブルトップを見ると、直近の週足の戻り高値で、このダブルトップを作ってるという形になりますんで、このネックを下回ってくれば、ベアハの勢いというのが増してきそうです。とはいえね、今はもうそこまで考える必要はないかなと。今はもう圧倒的にブルハ有利の相場ですんで、まあどこで買っていくかだけをね、見ていけばいいかなと思います。はい、こちらニューヨークダウの CFD、1時間足に日足を重ねています。なかなかね、この高値圏での持ち合いから上に抜けてきませんけども、
現状ね、この持ち合いの中でもさらにね、小さな持ち合い、こういったレンジ圏を作っています。こういう足場を作り出すと、僕はねもう完全に強い相場だと見ていますんで、上昇のための足場作りと、どこのタイミングかはねわからないですけども、いつかね、このレンジを上に抜けてくるんではないかなと見ています。上のブレイクがあれば、こういったね上昇波も見えてきますんで、この戻り高値を抜けていくような形というのがね、ターゲットになってきます。この上には2万5000がありますんで、まずはそのあたりへ向けた上昇波が生まれるんではないかなと見ています。はい、こちら日経平均の CFD、 1時間足に日足を重ねています。日経平均もね、高値ブレイクからさらにね高値圏でレンジを作っています。一度ブレイクした後に押された相場なんですけども、ちょうどね押し目買いが入りそうな場所で、持ち合いを作っています。日足がねこれ上の方に抜けているようにも見えますんで、こういった上昇波がねもしかしたら出てくるかもしれません。そうなってくれば、まあ、この2万円回復、さらにはねこの戻り高値を上に抜けてくるような動きも期待できるかもしれません。引き続きね、ニューヨークダウとともに株はねもうかなりの強気で相場の方を見ています。はい、というわけで、今日はね大きな指標として雇用統計がありますんで、その結果次第で、高安どちらかのブレイクがあるかもしれません。まあ、指標の内容自体はね、どんな数字が出たとしてもねさほど影響はないんじゃないかなと。雇用統計の結果が何人というのもね、まあ、大事な要素ではあるんでしょうけども、それよりもねイベントが通過することで通貨に動きが出てくる可能性というのをね、見ていく方がいいのではないかなと。今週はねドルがいまいち動きが悪いので、雇用統計の前後、まあ、それをきっかけに大きな動きが出てくるかもしれません。僕はねドル円は、基本的には下目線で見てますけども、この106円50銭あたり、ここを超えた動きをしてくると少しね目線も変えてくる必要があるかなと。逆にユーロドルはまあサポートされやすい場所ではあるんですけども、簡単に上に行くような相場にはならないかなと。ということは、ドル買いの流れが出れば大きく相場の方がね動いていくかなとも思いますんで、まあ、チャンスが出てくるかなと、そういった動きに期待したいですね。それでは今日も頑張っていきましょう。